急に雨が降り出したぞ。え、これって雪？寒い。うわ、こっちはすごく暑いよ。水の玉が爆発しちゃった。ソルジェネレーターが暴走しちゃってる。ネビア、今すぐ止めなさい。分かってるわよ。けどこれさっきから元に戻してるのにすぐまた変化しちゃうのよ。ネビアちゃん、ちょっと見せて。現在進行形で環境システムは変更され続けてるみたいだね。修正命令を与えてもすぐに次の環境変化が起きてる。完全にバグっちゃったってことね。逃げろ。それに関してはこちらに任せてくれ。団員を総動員して当たらせる。怪我人の一人も出させやしない。だってこれは楽しい夏のイベントなのだから。私も手伝おう。安心して、君は君のなすべきことをするといい。あんたたち、では君からこの荒れ狂う嵐に立ち向かいます。よし、任せた。今嵐に立ち向かうって言った？はい、クーカのなすべきことをします。クーカ姉ちゃんかっこいい。よし、みそぎもなすぞ。なさなくていい。クーカ、子供が真似するからわけのわからない行動は控えて。クーカちゃん、できれば避難誘導を手伝ってほしい。風にもみくちゃにされて気持ちよくなりたい欲求を抑えて。あんたたち町の方は大丈夫そうだね。だったら、私たちがやることは一つ。落ち着きなさい、ネビア。このシステム、修正命令自体は受け付けてるのよね。うん、雨を止めるって入力すれば一応は止まってるわ。すぐにまた降らせる命令が実行されちゃうけど。つまり誰かが常に命令を打ち消し続ければ、とりあえずこの混乱は鎮まるわけね。まあそうだけど。フィオ、あんたまさか。仕方がないでしょ。このままにしておいたらランドソルが人の住めない環境になっちゃう。私が止めなきゃ。それって自身をソルジェネレーターに接続してワクチンにしようってことだよね。ちょっとおすすめはできないかな。この環境システム、カイザーインサイトの手が加えられてるだけあって、普通じゃない情報密度だよ。プログラムの正常化にどれだけかかるか私でも見当がつかない。その時間ずっとアメスちゃんは動くことすらできなくなるんだよ。あなたの中にある意志がそのまま残るとも限らない。分かってる。でも私はガイド妖精なの。こういうシステムが招いた事態を何とかするのも使命だ。それにあんたの未来を導くのが私の。あんたはそう言うわよね。ありがとう。でも大丈夫よ。このくらいのプログラムすぐに直して。またアクセスが弾かれて。残念でした。ネビア、ふざけてる場合じゃないのよ。
ふざけてるのはあんたでしょ。何がガイド要請よ、何が使命よ。お利口さんなことばっかり言っちゃってさ。あんたそもそもお門違いでしょ。こんなことになっちゃったのは私のせいなんだから、落とし前は自分でつけるわ。環境システムは私が制御してみせる。でもいつ解放されるかわからないのよ。あんた退屈なのが大嫌いでしょ。ずっとそれが続くの耐えられるわけがないわ。なめないでね。私はあんたより新型なのよ。でもじゃあね、お姉ちゃん、バイバイ。あんたは幸せを感じる心を与えられたんでしょ。だったらもっと楽しみなさい。待ちなさい、ネビア。待って。フィオ、あんたにはもう大事なものがあるんでしょ。ごめんね、迷惑かけっぱなしの妹でさ。ネビア！あんた何を。わかってるの？そんなことしたら。わからない、何もわからないけど、君のフィオの悲しむ顔を見たくない。だったら私も手を貸そっかな。おまれまで、どうして。本当に理由がわからない。さあどうする。道は開いたよ。次はあなたが決断する番じゃないかな。私はガイド妖精。私がこの世界を壊すような真似は。あなたが導いてきたプリンセスナイトはそんなに頼りない？フィオ、僕を信じて。ありがとう。今行くわ、ネビア。あ、さて、僕を信じてなんてかっこよく言ってくれたけど、実際どうするのかな。うんうん、頑張れ頑張れ。君はそれでいいと思うよ。迷わずまっすぐ動く人がいるっていうのは一つの道しるべになるものだから。わあ、ノープランだ。君らしくてとってもいいね。だったら何も考えずにぶつかってみればいいんじゃないかな。それじゃあ、私は私で好きなように動こうかな。はあ、やだやだ、めんどくさいたらないわ。思わず自己犠牲っちゃった。私らしくもない。誰かのためにどうとか、そんなタイプじゃないくせに。ぼやくくらいなら一人で勝手に飛び出すんじゃないわよ。あっ、フィオ、あんたなんで。それにその姿。ああ、プログラムの中のわけだからね。
本来の姿になってるみたい。じゃなくて、どうしてあんたまで入ってきちゃうのよ。バカバカフィア、せっかく私が。ネディア、さっき言ったわよね、私に大事なものがある。その通りよ。私はあの世界に大事なものがたくさんできた。自我を得て、ぬくもりを知って、失いたくないものができた。だったらあんたもそうなのよ。ネビア、生意気で愚かで可愛い私の妹、私はあんたを見捨てない。フィオ、さてと、ずっとこうしちゃいられないわ。ネビア、私たちでこの状況を何とかするわよ。環境システムのバグを修復するの。私とフィオで一人でやるより二人の方がまだマシね。いいえ、二人じゃないわ。あいつが言ってたのよ、僕を信じてって。あいつって、あいつよね。この状況で何ができるってのよ。なんで一瞬目をそらしたのよ。安心なさい。抜けててぼんやりしてて無駄におせっかいのスーパーお人よしだけど、私たちの期待を裏切ることは絶対にないから。一番の理解者って感じ。いいわね、相棒がいるっていうのは。からかってないで作業を始めるわよ。集中しなさい。はいはいと。とはいえ、とんでもないデータの本流だわ。絶え間なく流れてくる情報に触れようとするだけで、私の存在まで飲み込まれそうになる。ほんと、この世界を作った奴らはとんでもない化け物ね。だけど、こんなところで消えちゃうわけにはいかないわ。家族を道連れになんてできないもの。やっぱり処理が間に合わない。もっと早く対応できるようにしないと。処理を軽く、自分自身を切り詰める。重いデータを削除すればいい、それだけのことよ。私の中に積み重ねられてきた大事な思い、捨てたくない。だけど守らなきゃ。それがガイド妖精としての、ううん、フィオの願いよ。この光、プリンセスナイトの力？あいつの声が聞こえた気がする。表でまだ戦ってるのね。諦めの悪さは変わらないわね。ま、この状況での強化ってあんまり意味ないんだけどさ。あんた空気読みなさいよ。確かに私たちの力とか強くなっても今は意味ないけど。それがそうでもないんだよね。お待たせ。この声、誉れ？あんたどうしてアクセスできるの？かなり手こずったよ。このシステム、プロテクトが硬くて介入する取っかかりが全然なくて。だけど彼が無茶してくれたおかげでね。あいつが届いてるでしょ。
プリンセスナイトの力。彼が今も全力でシステムのゲートを切り開こうとしてるんだよ。その願いがあなたたちにつながってる。そのおかげで環境システムに介入できるポートができたんだ。つながる力から生まれた唯一無二のセキュリティホールってところかな。そこをちょちょっとね。ちょちょっとって、そんな可愛い言い方でごまかせる話？相当やばいことやってるわよね。今はいいわ。誉れ、手を貸してもらえる？こっちからお願いしたいくらいだよ。こんな経験ただでできることじゃないからね。うん、お願いするわ。やるわよネビア、しっかりついてきなさい。何がついてきなさいよ。新型のスペックってものを見せてあげるわフィオ。さあ挑んじゃおう。セブンクラウンズの手掛けた人知の最たるシステムに腕が鳴るね。